はい、傘とロングブラスターにボロ負けして4連敗した挙句、5戦目で味方1人落ちて負けて、くっそこの流れ断ち切ってやるぜと思って、中断したら再開するタイミングで、ガチヤグラから追い出されましたというところで、ガチエリアです。ガチエリアまだ S 行ってないのでね、しっかりとやっていきたいところ。ガチエリアこそがプロモデラーが唯一活躍できるルールといっても過言ではないから、本格的にここで頑張らなかったらお前いつ頑張るのといったところなので、どうにかしたいところですね。あとは裏からも回っていけるように順次用意しておきたいところ。さあしかしここで取られるか、9番投げて、うわリードされちゃったか。ちょっと待って、傘はやめて、うーなんか知らないけど当たってる。しかし傘の防御時間くっそ長いんだよな。さあリード取り返してカーリング投げておきましょうか。よいしょ、で奥に9番投げて後ろから回り込んでおきましょうか。そんな余裕ないなこれ。あーばばばば、ぶねー、ありがとう笠くん、終わりで目が覚めたよ。さて9番ボムピッチャーはいるのかな。おぼぼぼ、ぶねー、今の普段だったら即死してましたね。やめて、マルチミサイルか。エリアだとまあちょくちょくいるけど、どうなんだろうな、頻度としてはまあ他よりは少ないのかな。しかし全然エリア取れねえな。ちょっと待って、これ反対から回り込んじゃう。こんにちは、こっちを見ていていいんですか、ご覧いただいてもいいんですか。やめてー、ちょっと待って、ちょっと待って、待ってよ、もう、いか2等身分ぐらい離れていたところにチャージャーの当たり安定来てますよ、もう。チャージャーはこれがあるからね、嫌いなんだよな。なんか単純に狙われてるだけじゃなくてね、この、いつ当たったのみたいな、いや、当たってないでしょみたいな、やられ方をすることが多くてね、個人的に。なのでね、どうしても、嫌になっちゃうんですよ、もう、カサ君。取られてるし、全然取れねえな、エリア、本当に。飛んでいこうかな、これ。一旦下がるか。ちょ、あぶねえ。あーん、これ取られるか、うん、ですよね。ローラーだよね。重なってるところに自ら突っ込んでしまうのは何なんだろうな。運とかそういう問題じゃないんだよな。ストップしたけど取れるかな、これ。さあ、自陣から再スタートがしやすくなるように。ちょっと、滝やめて、本当に。やめてやめて、よし、取った。とりあえず相手にカウント押し付けができたけど、ちょっとマルチミサイルは滝かな、これは。すげえ落としいな。反対側から回り込みたいけど、俺が反対側から回り込もうと思っているタイミングでちょうどエリアが取られるから、お前何やってんだよ感が半端ないんだよな。あー、しかも全滅した。これ無理だな。ですよね、傘が来るよね。あまり厄介な傘ではないな、今回は。とは思いたいところなんだけど、します。雨プラスロンブラ。あー、なんでこっち見てるんだよ。エリア見ろよ。あー、これ負けだな。エリアでも連敗すんの？やだよ、本当に。連敗ってまだ1戦目なんだけど。もう、チャージャー、着地。あー。なんなんだ、なんでこんな着地、くっそアホみたいに強いのに着地弱体化しないでプロモデラー弱体化するんだろうな。俺は未だに納得できてねえよ。なんと 6? あー、傘もアホみたいに強くなったしな。あー、ダメだ、テンションがおかしいな。もう敗北一色のテンションになってる。エリアも取られてるしな。ちょっともう滝うっとうし、というかすごい塗られてるもんな。エリア以外のところでさえすごい塗られてるっていうのはもう絶望感半端ない。
あー死にまーす。死んでない。奇跡的。なんでこんなところに傘が。とりあえず傘は横へ動くことによってどうにかするということを覚えた。そこをようやく覚えた。今さらかみたいなところある。ちょっと待って、こっちから来るか向こうから来るか。あーこれ終わるか。取ってこっちから来るか。あーこれ雨で多分エリア取られて終わるかな。だよなっていうかストップ、あー取られたのかこれ。ストップからそのまま雨の勢いで取られたんだな。まあ6まで押し込まれたらな、難しかったわな。いやーきつい試合がすごい続くのはなんでなんだろうな。どうなんだろうな。俺はやっぱり10キル以上取らないとダメなのかな。俺の仕事じゃないと思うんだけどな。さあ縁側河川敷。さあでもうここ6000ほど、もう編集で後から見直すのが嫌な試合ばっかりなんだけど、いい加減なんかかっこよく勝たせてほしいなという思いがするんだけど、かっこよく勝てるかどうかお前の実力次第なんだよというところなんだよな。嫌だな、やめて。おお、ありがとう。まあ最初に1回くらいねエリア取らせてもいいと思うよ。その甘噛みさせるとか、甘噛みさせてなんだろう、噛み癖を直すワンちゃんみたいな、そのぐらいの気持ちでいく。うわーなんだよね、ボールとかスプラスピナーだと思ってたけどな。まあどちらにしろその急速度になるよなっていう。あー全滅した。くー、とりあえずなんか一人落としたぞ。さあ反対側から回り込む余裕は果たしてあるのか。いやない、いやないだろう。こんにちは、こんにちは皆さん、僕は反対側からあなたたちを見守っているから、見守っているから。あなたはラピブラですね。まあスプラッシュボムピッチャーを使っていたのでそうでしょうというのは分かっていたんですが、ちょっといつの間に確保されてんの。あいやいやいや、カーリング。今のは当たってない。なるほど。うっそ、これで打ち負けんの。しかもザップに。どうなってんだ本当に。ダメージ稼いでいたのに一発も当たってなかったのか。あー角度悪すぎたのか。いやーダメだな。ちょっとクローデラがいくら弱くなったからって言って使い方まで弱くなってちゃダメなんだよな。よいしょよいしょよいしょ。さてさてと、よいしょ。あーやめて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 、やめろーやめろー。これは建前ではない本音だ。やめろーやめろー。あーあれあれれ、着地ですよね。わかってるんですよ、あなたが着地を使いたくて近づいてくるというのはね。もう近づいてくるやつイコール全て着地だと思ってるから。ちょっとちょっとちょっと、これはカーリングじゃない方だ。なんで2人いたんだもう。というかまだエリア取れてないよな俺ら。避けて。あーひどい。一応止めてくれてはいるんだな。でも取られるぞこの調子だと。はい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 。一旦こっから入るけど、ちょっと待ってくれ。んー、どこにいるんだこれ。止めてー、ラピブラ。ちょっと待って、後ろに、ラピブラの方じゃないのか、ボールドの方だったのか。一応エリアを確保して、IT がビハインドでかくなったけど、34! めっちゃ押されてるんじゃん、よく見たら。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、ちょっとー、なんでこの距離で。ストップしちゃった。これまずいな。あ、でも取ってくれた。いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ。素晴らしいよ。さあ、テンション上げてこう、本当にもう。ローテンションでね、負け負けみたいなこと言ってたら、そりゃ負けるわなっていうところあるしな。もっと楽しく、美しく、清く正しく、誠実なお付き合いをしていくような気持ちでね、
やっていかなくちゃと思うよね。そんな誠実なお付き合いカーリングアタックです。あなたはここにはもう通れません。通れまーい。やあ、そういう明るい気持ちがみんなにね、美味しいご飯を提供していくんだよ。ちょっと待って、やられ率がやばいな。残り1分でこのカウント差で、しかも今取られたんでしょう。ちょっと絶望感パナパナですよね。カーリングか、一応ストップしろ。せっかくのプロモデラーがわざわざ味方と同じところで見に行くっていうのは良くないですよね。さあカーリングピッチャーのお時間だよ。はい、まるまるさん、カーリングボンピッチャーの時間ですよ。完全にお薬の時間を指定されている患者さんみたいなテンションですけど、はっはっ、来てるよね、分かってる。で、なんで近づいてくるのかも分かってる。着地だろどうせって。もう近づいてくるやつイコール 100% 着地いる。でも大丈夫さすがにね。でもちょっと待って、カウントがやばい。取りたい取りたい、ここで。よし、書こう。オッケー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 。いらっしゃいませ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 。倒す。あっばば、やっと勝てた、やっと勝てた、やっと勝てたよ。もう6連敗したよ。やっと流れ引き戻せた。カーリングオンピッチャーでガチエリアですら負けてたら、本格的にお前何のために存在してるのって話になるからな。いやー辛かった。でも OK ライン行くまではまだ安心すらできないというところ。いやー、でもなかなか全力な試合が続いたな。いやでもあと1試合は行けるでしょう。さあもう一方のガチエリア、本日はもずく農園だったわけなんだけど、もずく農園はな嫌いです。いやー縄張りだとそんなに嫌いじゃないんだけど、ガチマッチだとね、金網がプロモデラーに対して何も優しくないんで、本当に嫌な思い出しかないです。まあいい思い出のあるステージなんてそうそうないんですけどねと思いながら来てますね。さあ塗っちゃって塗っちゃって、ちょカーリングボーンが反射型で届いてきたよ。さあ雨が降ってますね。しかし塗ってしまいましょう、ガチエリアですから。そして雨キーワン投げて、ピッチャーやめて、やめて、キャッチャーになってやるか、こら。9番ボムキャッチャーになりたいよ、俺は。くぅ、雨降らし2人か。ほんと雨降らし多いな。まあ、雨降らしはな、そこまで今更弱体化うんぬんとかって言わなくてもいいと思うけど、とはいえ、ほんとに多いな。あ、死にます。はい。エリア見ろよと言いたいところだけど、エリア取ってるからな。こっち来るんですよね。あーダメだな、自陣に入ってるもんな1人。まあそんなことは気にせず止めに行くか。あー着地、ちょっと待って待ってくれ待ってくれ待ってくれ。あーちょっとまあまた無茶した。あーため息ばっかりじゃダメだって。ちょっと待って、こっからどう取り返すんだ。カーリングボンピッチャーと相性悪いんだよな、この地形。と言いつつ、カーリングボンピッチャーしておくよ。止めて、せめて止めて。止まったけど、取られたよ、早いよ。ノータイムで取られたよ。待ってくれって、本当に。いやー、ひどい試合。せっかく6連敗を止めたところだったのに。またぶり返してきたぞ。お薬の時間はまだですか？入院しなくちゃいけなくなる、このままだと。うえぇ。あー。辛い。すごく辛い。まあ、どちらにしろ時間なので一旦やめます。ありがとうございました。